柱の上に幅を取ります。一生瓶の手着に口幅に関してタンバリンを続く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でね、やればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響でほぼ全ての仕事を奪われ、3月16日までが87連休、4月17日まで26連休味わって現在6連休目。ただ、この先一生スケジュール真っ白というね、もう無収入地獄、出口が見えない中でね、もう不安しかない中で1日も休むことなく2年28日、このアニメリアクションを続けてますが、全く報われず、今、去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画を失い、中でも馬娘が亡くなったことで、ね、もうそのあたりから4、5ヶ月ずっと2桁しか再生取れず、チャンネル登録全く伸びず、冬アニメボロボロ、春アニメも今のところボロボロでね、もうメンタル死んでます。もう今すぐやめたいです、正直言うとね。まあ、ただ今はね、把握しばって持ちこたえてなんとか活動継続中なんで、ぜひとも応援しちゃってください、よろしくお願いします。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど、そして説明文にあるんで、ぜひ見てください、お願いします。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてます。はい、今年の9月頃でかい発表があるんで、お楽しみに。じゃあ行きましょう、アマプラです。3、2、1、スタート。山本アリカって出てこないのかな、また。ちょっとここの字薄くてすみません、インクがなくなってきてます。おもろいぞ。かなでちゃんのこの服いいね。なんて。あ、いいね、いいね、これいいね。妄想かい？Thank you.
生。
アマリンやなこれ。声も一緒じゃないこれ。惚れるんちゃうこれ。え、これマリンと同じじゃない？それを叶えたのか。はよ意識せい。コスケははよエナを意識せい。またこいつか。
川玲奈さん、長谷川玲奈さん、わからへんな。ワークスないね。指揮長って声優さん誰だっけな。もしかしたら。